はい、田中球児です。俺最近知ったんだけどさ、 NA45 って嫌われてんだな。いや、というのも俺 NA45 の動画上げまくってんじゃん。で、それでさ、みんな結構なんかいいっすよね NA45 みたいなねこと言ってくれてるから、 NA45 人気出てきたんかなと思ったんだよ。で、他の実況者の人も見たんだよ。そしたらみんな NA45 嫌ってたわ。何これ。はい、ということでね、今回ね、みんなにね NA45 好きになってもらうためにね、どうしたらいいか考えました。考えた結果、 NA45 で無双すれば、多分みんな最強武器好きじゃん。みんな最強武器好きだから、多分最強武器に NA45 がなったらみんなついてくれると思うんだよね。ということで NA45 使っていきたいと思います。まあ、ぶっちゃけ NA45 を動画で使いたいだけ。本当にね、 NA45 好きなんだよ俺。愛してる。でもね、 DM と MX ね。でもね、 MX9 ね、俺別にいいんだよ、使っててもいいと思うんだけど、 MX9 に下打ちされたらすごいなんか複雑な気持ちになるわ。わかる？なんかお前ら下打ちするんかみたいな。同じじゃね？ MX9 と NA45 と同じじゃね？と思うんだけど、これいけるんじゃね？あ、いけるわ。あ、なにそのタイミング。え、うわ、悪すぎるでしょさっきから。うわ、悪すぎるって。え、なにそのタイミング、さっきから。頼むよ、頼むよ、頼むよ、頼むよ。さすがにね、さすがに。やっぱ神ゲーだろ、このゲーム。絶対 NA45 使った方が楽しいと思うんだけどね。なんでみんな使わないの？なんでみんな NA45 嫌ってんの？よくない？よくない？もう。もうよくない？ MX9 暴れてるからよくない？もうダメ？ダメ、NA45。もうね、すごいんだよね、ここ。ここ聖地なんだけど NA45 の持ってると、なんでそれ爆発しないの。オッケー、今 NA45 ね、爆発しない説あるから。オッケー、いた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 、やめてやめて、見ない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 で。オッケー。今死ぬほど腹立つ。そうだよね、今置いた後さ、殺したからさ、自分意味ないっていうね。分かってるんだよなー。1位、この立場で初心者の人おすすめですよ。エイム関係ないです、これ。エイム関係ないです。再現、ねえ、もうさ、このいらない、もういらないよ、階段。もう階段のその先いらない。バグ、今のは。いやー、これもう一回行きたいけどね。行きたいけど、どうせ行けないでしょ、これ。今行ったら殺されそうな気すんだよなー。あ、行けるかも。行ける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 。いやー、なんでそこずっと見てんの？しかもさ、タイミング悪すぎ、さっきから。俺が見たとき来いよ。運ゲーだろ、これ。オッケー。実力ゲーか？いやー、これいるんだよなー。ここでしょ？オッケー。これで、いける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 。ね、登れるって、登れる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 。一旦行くよ。一旦行く。一旦行くよ。これで引いて、リロードして、完璧。完璧。あとは虫さんだな、虫。虫虫虫虫、これで完璧だろ。これやってるとき、はいはい、オッケー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 。え、なんで、ええ、なんで消えたん、虫。これ NA45 の憎しみに駆られると NA45 に殺されるんだよな、これマジ注意な。オッケーオッケー、トロフィーナイス。オッケートロフィーナイス。オッケーナイスで、UAV 出して、いるね。これ上見て、上から見てるでしょ、どうせ。見てないか。虫があるせいでいけねえのか。いや、虫反応してよ！バカだよな、あれ虫反応しないの。アナイアレーターに比べて虫の範囲狭すぎだろ。やめた方がいいよ、俺殺すの。いや、弾消えるんだよな、NA45最近バグで。OK？負けたけど楽しい。それが NA45 です。海外でもさ、NA45 弱体化した方がいいって言ってる人いるんだよね。すごくね？まだだよ。まだ。日本でも言ってる人いるからね。で、実況者の中にもさ、結構 NA45 嫌いな人多いんですよ。なんでだろうね。NA45 結構ファニーな効果しない？だって NA45 って爆発じゃん？花火なんだよ、要は。花火嫌いなんすかって話。日本人花火好きっしょ。基本的に。花火は爆発なんだよ。だから NA45 いつも見てます。多分この人は多分ね、NA45 好きなんで、俺驚いた、ほんと。世間の NA45 をお嫌いになってる、その感じに驚いた。
本当にみんなね NA45 嫌いなんだよね。俺変えたい、こういう社会を。 OK? OKOK こういう社会、これさみんなが使えばハッピーになるくない、この武器。普通にファニーな武器よ。いやーそこずっと見てるんか。いや湧いたんだよな。で見て、今の立ち回り悪かったのは上で見ときゃよかったんだよ、上でガン見で。でスナイパーにあやれと負けんだよ。逆に言うとスナイパーの方がやばいよ。まあ NA45 もスナイパーだけどさ、公式チート武器よスナイパー。もっと DL 弱体化しろって言ってる人はいないんだけどね。 NA45 弱体化しろって言ってる人はめっちゃ多いわ。なんなんすかねこの違いは。 OK? これねほんとこれが楽しいんだよね、普通のスナイパーにはない。 OK? これが普通のスナイパーないんですよ。なんかこのなんだろう、爆発のはめてる感じで、初心者の人もねそんなエイム必要ねえから、これマジでおすすめ。そしてみんななんか俺のこと守ってくれてんの、これありがたいね。みんなで OK? 一致団結して守ろうぜ。ここシュートハウス、ここでイモルぐらいしか。あっぶねえ。OK? OK! 見えてないのに、この殺せる。この N の感覚が最高なのよ。お、NA45 来たね。ってことはトロフィーシステムのタクじゃん。で、リロール、これ勝ってる。NA45 勝負は。悪いけど対策は俺完全にできてるからね。これぐらいで来るかなと思ったけど、来るかなこれ。OK? 二人で NA45。回収した方がいいな、これ。一旦回収して、これ。痛くなんない？なんでなんでこれ。 OK? 相手も NA45 だよな、この同キャラ対戦。 OK! はい勝ち。お前が出るタイミング分かったわ。いいね。おいおい、いいじゃねえかお前。お互いイモろうぜ。 NA45 出よう。すごい、 NA45VSNA45 っすかこれ。もしかして伝説の、これ伝説だなこれ。多分みんな楽しんでるよこの試合に。 OK?立ち回りマジで俺と同じなんだっけこいつ。神みたいな立ち回りしてる。オッケー。いやー来たね来たね、来たよ来たよ、来た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 、やばい。オッケー、やってやって、俺は解放する。ナイス、そこそこで維持してない、そこ維持してない。田中さんの NA 見れて光栄ですな。やばい、みんな感動してくれてる俺の NA45 に。なんか嬉しいよな、こういうこと言われると。やっぱそうなんだよ、やっぱ NA45 やっぱだんだん世間が認めてくる。やっぱ違う、みんな照れ隠しだったんだな、他の人が照れ隠しでしょこれ完全に。本当はみんな NA45 使いたかったでしょ。ここでセントリーが置くわ。このセントリーがやっこのセントリーが OK? このセントリーガンのおかげであれでしょ、奇襲できねえだよ俺に。でこれでここに置き、まあいいわ。いやマジボコボコにしてんだけど、すげえ嬉しい。これこれマジでおすすめよ、初心者の人。いや最高最高よ今のタイミング。これが NA45 の楽しみ方ですよ。オッケーNA45VSNA45 やばい、俺の最後の美しいキル。やばい、実況者の人も多分本当みんな好きなんじゃないかな、本当は。聞いてみるか今度。聞きますか DM で NA45 好きですかっていう。多分ツルされます。すいません、味方は DL だったわ。MX ないたんか、相手に。気づかんかった。ということで、本当は NA45VSNA45VSMX ないが正確でした。オッツ。ちなみに田中球児のロードアウトはイラついた時用に NA45 のロードアウトと MX9 のロードアウトを常に後ろの方に配置しております。これが準備。